病気になるのはどういう道をたどるんだろうというのはこんな感じですよね。で健康というのがあってまあ下の方に病気発病っていうのがあります、まあ、間を未病っていってこの未病の段階がこの辺にあれば、まあ、戻りやすいから治りやすいんですよねでもこの辺にあるとちょっと、まあ、病気発病する方に近くなると。こ、まあ、このどこののど段階にあるんだっていうのを、 えーまあ、考えて治療をしていかなきゃいけないんですけど、まあ、これをですね、えっと、こういうふうに考えてもいいんじゃないかと思うんですね。えー、これもちょっと私が昔習ったんですけどこう健康の状態から最初に来るのは、えー、違和感感なんかかん体の感じがおかしいね、まあ、自転車で言ったらうん少し油切れてるんじゃないのみたいな感じですよね。えー、でところが今度は まあ機能的な変化と、まあ、自転車こう漕いでてもうまくこうペダルがこう回らないつながってないなスピード出ないぞ、まあ、そういう機能的な変化これは内臓やなんかの働きがおかしいという段階に来るわけですね。で、えー、その次が今度は気質的な変化いわゆるもうなんかず壊れてきたんじゃないのと、えー、働き悪いぐらいじゃないこれは壊れてんじゃないでそこになると発病でまあ壊れてきてるわけですから。 血液検査や何かをしたらここでこう、えー、数値が出てくるわけですねでそれから MRI とか CT とかそういうものをとってもここになればそれが見えるようになります。でこの機能的な部分とか、まあ、ここの部分ここの部分までですねいわゆるここの部分というのは違和感から機能的な変化っていうのは非常に治りやすい健康の方に戻りやすいそういう段階にあるんですけどまあここでは検査の結果はあんまり こう悪いというふうに出ないもんですから、まあこの悪くなるまで待ってるっていうことになってしまうわけですね。静脈血栓の治療ではこのお違和感から機能的な変化から器質的なほぐにこういく段階を見ながら治療することもお結構できる、えー、治療法です。今この段階にあるねとかですね。それとか患者さんがまだわからないなんかおかしいなって言って、えー、例えば、えー、腰痛できたんだけどそれをこの 違和感のあるところをまあ腹心をしたり動心をして探しながら治療していくいわゆるこう未病をあまあ治していくようなですね。えー、そういうことが浅見先生のお清潔しらくとまあ深灸治療のまあいろんな技術を使って腹心や動心やそういうことを組み合わせていくとあできるようなシステムになってます。えー、皆さんもこのこの考え方ですね非常にシンプルですので、えー、この考え方で患者さんに対応していただくと。 治療がもっともっと楽しく患者さんも、えー、納得していただける時々、えー、ですね患者さんが「先生先生私のこと分かって治療してますね」っていう人がいらっしゃるんですねうん、まあ、結構整形志らでやってると患者さんの体とか患者さんが治っていったり悪くなったりするっていうのが分かりながら治療することっていうのができますので、えー、どうぞ取り組んでみてください。